生誕祭さ、眉上とか困るやん生誕祭眉上とか困るからさ、だから美容師さんにちょっと今日は前髪長めで残してもらっていいですかって言って切ってもらった。そう、このさ残り3日っていうのが絶妙じゃないですか。残り3日で伸びるしなって。でもさ、その3日を過信してはいけないじゃない。切りすぎたら3日じゃ伸びない長さじゃ困るし、だからなんなら今ちょうどいいぐらいの長さにしてもらった。まあ3日で伸びてもまあそんなに大丈夫、めっちゃ長い、邪魔になるほど長くはならない長さにした。逆算した、逆算してこの短さにしてもらいましたはい切りすぎたらそんなことない、確かにそれはそれでね曲に合っててね、そうですけど、でも大丈夫、これでもう生誕祭の準備はバッチリできました。ね、生誕祭の当落が出ましたね。皆さん本当に残念ながら落選してしまった方々もいらっしゃるんですけど、でもそれぐらいね、みんなが耳の生誕祭お祝いしなきゃって思って申し込んでくれたってことだからね、ありがとうございます本当に。であと落選しちゃった方もね、そういらっしゃるんだけど、まあ、誕生日はあくまでも17日だから、そう、生誕祭はね、まあ、改めてみんなでお祝いはできるけど、私の誕生日17日なのでまずは17日盛大にお祝いしてもらえたら嬉しいなと思ってます、はい、ね、そうでも落選された方もいらっしゃるみたい。本当になんか難しいよね。いやめっちゃ来てほしかったよ本当に本当にみんなに来てほしかった。だからあいないんだって思って悲しいけど、悲しいけど、そうね、昼公演あるからね。そうなのよ、だから生誕祭残念ながら来られなかった方もお昼お祝いして、じゃあ一緒に。だってなんなら生誕祭は確かに18日夜公演だけど、23歳最初の公演は昼なんだよねそうなの、生誕祭は夜なんだけれども、実際だって23歳最初のステージは昼だからそうなのよ。だからまず誕生日17日の日にいっぱいお祝いしてもらって、でお昼公演、そうお昼公演の方がなんなら本当は生誕祭よねそうなのよ。だからお昼に来て夜公演外れちゃったよっていう方も、もちろん夜公演も当たったよっていう方もお昼来て、もう私は生誕祭は確かに夜だけど、もう18日の昼夜どっちも自分のためにある公演だと思ってるからどっちもそうだと思ってるからはい、なんならお昼めっちゃお祝いしてほしいって思ってるぐらいなので、はい、ぜひ。きっと当日券とかもあるんじゃない、お昼は。夜は落選された方がいらっしゃるから、当日券はもしかしたらその支払いしてない方の分だけとかちょっとしか出ないかもしれないけど、お昼は当日券もあるかもしれないから、お祝いしに来てくれたらとっても嬉しいです。そう、なんかでも生誕祭、もしかしたらっていうか、初めて私の生誕祭に来てくださる方もなんか多そうで、見てる感じすごい。そうだからもう私 NGT で迎える誕生日は6回目で、生誕祭は4回目になるのかな。生誕祭は4回目になるんですけど、多分もうその生誕祭今までに全部来てくださってる、もう一番最初の18歳の生誕祭から全部来てくださっている方もいらっしゃれば、もう今回の23歳の生誕祭が満を持して初めて耳の生誕祭に行きますみたいな方も多分多い。そう
だからすごい楽しみです、うん、最近みゆみ推しになったので、そうだねでも多分そういう方が多いんだろうなって思う。その今年の生誕祭に初めて入ってくださる方が多いっていうのは、多分この1年、まあ1年って言っても22歳の生誕祭からは半年だから、実質この半年の中でだと思うけど、この半年の中でリバイバル公演とかたくさん出させていただいたり、そう、あとフェスでね見つけて好きになってくださった方もいらっしゃると思うし、そうだからなんか本当にそういうこの半年間の中で私のことを好きになってくださった方が多分生誕祭来てくださるっていう方も多いと思うから、そうなんだかんだ初めて生誕祭、そうだよね、でもずっと応援してくれてるけど、なんかまあ予定が今までずっと合わなかったとかで生誕祭やっと初めてみゆちゃんの行けるっていう方もいるだろうし、そうなんだから本当もう一番最初の昔の生誕祭から来てくださってる方もいらっしゃれば、本当今年初めてやっと生誕に行けますっていう方も本当になんか多そう、メールの返信とかなんかリプとか見てる感じ。そうでも何やともあれ本当になんかたくさんの皆さんと一緒にお祝いできるっていうのがすごく楽しみなので、そう嬉しい、とっても楽しみですなんかね、そうやっぱり自分のなんだろう顔見知りのファンの方で知ってるファンの方ばっかりの中でなんかお祝いできるっていうのがね嬉しいから、うん生誕 T シャツ、そう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 なの、生誕 T シャツとか、まあ、生誕グッズも今年初めてみゆみの生誕グッズ買いましたみたいな方もすごく多くて、そう本当にだからこの1年とかこの半年間の中でのなんか結果の表れみたいな感じで、すごい嬉しいなって思います。うん、本当になんかいつ好きになってくれても、なんかこのねものすごいアイドルがたくさんいる中で自分のことを見つけてくださってることに変わりないから、本当になんかいつ好きになるとか関係なく自分のことを応援してくれてることがすごい嬉しいなって思うので、うん、そうだからなんかやっぱ生誕祭ってどの年もね、その昔の時も18歳の時も、まあ一番最近の22歳の生誕祭の時もやっぱりなんかその時の自分のことを応援してくださってるファンの方が多分いっぱい入ってくださってると思うんだけど、でもやっぱりちょっとずつ顔ぶれは変わってるわけじゃないですか。なんか去年は外れちゃったけど今年は入れたみたいな方ももちろんいるだろうし、その逆もいるだろうし、あとはなんか知らない間にいなくなっちゃったもいるだろうし、最近好きになって生徒さんに入りましたっていう方もいるだろうし、なんかその毎年その私のことを好きでいてくださってるファンの方が集まってくれることには変わりないけど、その顔ぶれって少しずつ変わっていくわけで、なんかそれってでもすごい面白いなって思うよねそうでも本当に今年は特にそれが大きい気がします。うん、もちろん昔から応援してくださってるファンの方もなんか いけることになって当たったよっていうなんか報告ももちろんもらったけど、うん、初めて行くよっていう方も多分多そうだから楽しみ。公演外れちゃったから生誕T オカマで、ありがとうね、そうだよね、そうオカマもねあるからね、ありがたいことにそちらも全完売ということで、きっとねそのお誕生日と生誕祭終わりのオフライン、23日のオフラインはすごい盛り上がるんじゃないかなって、もちろん生誕祭にね来られなくても配信とかで見守っててほしいなって思うし、ぜひなんかその感想だったりとかなんか改めて23日のオフラインとかでもお話できたらいいなって思っているので、来られなくても生誕 T シャツとか持ってたらぜひ持ってきてくれたら、オフライン
だってね、私ね、もうだって超準備してるよ、オフラインの飾り付け。もう23日のオフラインはめっちゃもう誕生日仕様にするつもりで、もう飾り、オフラインの時の飾り付けもめっちゃもう準備してるし、そう、あとなんかドレスみたいなの着ようと思ってて、そう、ドレス C56部、ドレスみたいなの着ようと思ってるんだけど、それももうしっかりめっちゃ前から準備され、1ヶ月前からもう準備されてる。まだ1回も着てないんだけど、さすがにちょっと本番前に着た方がいいよね。23前に1回は着た方がいいと思うけど、まあ、それも準備してあるし、めっちゃ準備してあるから、もう生誕祭、なんだろう、生誕祭はさ、やっぱファンの皆さんが準備してくださるものだから、私が用意するものはそんなないけど、それも23日のオフラインはもう私が盛大に飾り付けをしようと、はい、用意していますので、だからね、生誕祭に来られなくっても全然その気持ちだけで嬉しいので、直接お会いできる機会あるしね、オフラインもオンラインもあるし、一緒にお祝いできたらいいなって思います。いや、そう思うとなんかさ、すごいさ、パーティー人間っていうかさ、だってもう17がまず言うよ、あくまでも17が本当の誕生日だからね、私私の誕生日って17日なのよ、明後日なんですよ、はい、私の本当の誕生日は17日、でも18日に生誕祭して23日の大釜でなんかお祝いするつもりでいて、25日のオフライン、あ、オンラインでもお祝いするつもりでいて、すごい誕生日4日間ぐらいあるみたいな。めちゃくちゃお祝いする気でいるけど、本当の誕生日17だから、そう、17に今一番何にもないんだけど。そうですよ、もう自分の誕生日大好き、超お祝いしたい、はい、4日間、だからみんなも飽きずに4日間お祝いして。お願いだから4日間飽きずにお祝いしてほしい。18日はうちの弟の誕生日、本当に誕生日の人なんか いました、すいません、私の生誕祭なんか開いちゃって。本当の誕生日でもないのにすいません。4日で4歳としてるから、そりゃ困るね、それはちょっと嫌だな。それは困る。昨日からお祝いモードね、そう、でも多分私が言ってたみたいに、その昨日の18時にさ、当落が出たじゃないですか、おしゃべり会の、おしゃべり会じゃなかった、生誕祭の、生誕祭の当落がさ、昨日の18時に出たじゃないですか、で昨日18時半から公演あって、でその多分生誕祭の当落を見てから当日券、昨日の公演申し込んでくださった方とか多分いたみたいで、その生誕祭の当落を確認してから昨日の公演入ってくれたみたいな、いたみたいで、すごい。私の推し祭持った人めっちゃ並んでた。わかりやすい。みんなきっと18時に確認してから当日券買いに来たんだろうなっていうぐらい並んでた。昨日。でも優しいよね、優しいよね、当日券でさ、わざわざ来てくれる。そう、さ、でももう事前にお見送りでその生誕祭当たったよって教えてくれたり、逆に落ちちゃったよって教えてくれたりとかして、そう、やば、明日22歳最後の公演だ、うわー、早いね、なんかもう、あ、そう、当日券ね、そうなんです、当日券はもう早物順の受付だから連番になるっぽくて、映画も楽しみね、そう、12月8上映会、舞台挨拶もあるので、そう、申し込んでくれたかな、そう、帰りと同じ日に、まあそれぞれ別の映画に出てるので時間帯は違うんですけど、
帰りと同じ日にね上映会もありますので、そうよ、チケットありがとうございます、嬉しい。私もでもまだ映画完成したの見てないからどんな感じになるかわかんないどうなって、しかも撮影したの4月だからめっちゃ前なので、そうわかんないんです、どうなってるか楽しみ。そうなんだよね、2回やって、舞台挨拶が2回で場所違うんだよね。そうなの、よく確認してちょっとぜひチェックしてください。そう、一緒に立つわけではないっぽい、まあ映画違うからね一緒には立たない。そう、でも2会場目、2回目の方は一緒に映画に出たレモニちゃんが一緒みたいで、そう映画の撮影でなんか私が初めてキャンプをする女子大生の役をやったんですけど、そのなんか一緒にキャンプをする女の子2人がいて、3人で1本のあの作品に出演してるんですけど、その中の一人で、そう一緒に撮影して仲良くなった子がいるんですけど、その子があの2回目の方の舞台挨拶一緒にいるみたいで嬉しい。久しぶりに会うので、それこそ本当撮影以来、会うのは撮影以来、そうでもうん定期的に、定期的に連絡まで行ってないけどSNS はめっちゃ見てるので、そう嬉しい、久しぶりに会える。楽しみ。そうだから、なんか今日さっきメールもその22歳の振り返りのメールをもうね11月分まで送っちゃってもうねついに今月分まで振り返ったんですけど、さそうなんかでも今月分は振り返ったんだけどまだ告知されてないお仕事の内容ばっかりでそう言えないことの方が多かった。そう11月中にやってるお仕事はだいたいそのまあ12月以降だったりとかするものばっかりだから、そう12月以降とかまあ誕生日以降、誕生日以降に公開されるものばっかりだったから、そうだから振り返りはしたけれども内容を何一つ話せないみたいなでもその分ね、もう22歳になってからそのみんなに報告するのが楽しみなお仕事がいっぱいあるってことだから、そうえ本当にいっぱいあるんです11月中にやったやつで言うと3個11月以前にやったやつでまだ公開されてないのももう1個あって、それは多分その4つに関しては多分23歳になってから公開されるものたちだから、そう思うとね23歳になるの楽しみですね。そうなの、3つもそうちょうど11月、なんかいろんなお仕事やる機会が多くて、そうなんかみんなに告知するのは23歳になってからになっちゃうんだけど、そうなんです、ありがたいことにたまたまね、そう11月にそういうお仕事が多かったのでで楽しみにしていてくださいそうだから振り返ってもそんなにいっぱいは振り返れなかったけど、さっきのね、でそうだから23歳もね楽しみなことがいっぱい、そのもうお仕事としては終わってるもので23歳楽しみなものもいっぱいあるし、まあ、普通に23歳になってからもいろんなお仕事できたらいいなって思っているので、みんなにね楽しみなことワクワクなことがいっぱいお届けできるように、はい23歳もできたらいいなって思ってます、はい、そうそうそれでさ、そうなのよ、昨日ねみんなで鍋パしたんだよね
そう、その話がしたかったんだ。昨日よく公演終わりにさやったよね普通にさみんな疲れてるはずなのによく公演終わりに鍋パする体力あったよね。え、わかる、小指にニラついてた、ダッサわかる、しかも写真撮った後に気づいた、ニラついてた。まあ歯に挟まってるよりいっか、まだ指についてる方がニラ歯に挟まってたら結構恥ずかしいけど、もうそんな写真載せないけど、まだ今指についてるぐらいだったらいいや、可愛いもんだあ、喉はね大丈夫です。でも今日1個のど飴の飲んだじゃない、舐めた。お水飲んでもらいました。もうすぐ潰れそう、今ね5箱あんの水が。でも5箱あって今1個ついてる状態なんだけど、その1個ついてるやつがだいぶ減ったので、多分もうすぐ付け替えるから4箱になります。水減りました、よかった、みんなに飲んでもらえたそう、みんなに飲んでもらえたけど、そのなんかうちでやったんですよ、うちで鍋パしたんですけど、みんなそのうちに来る前にその公演終わって、で買い物はひのがしてくれてたんだけど、材料とか、そう昨日ひの公演出てなかったから、私たちが公演出てる間にひのが買い物してくれてて、そう食材とかはひのが買ってくれてたんだけど、なんか飲み物とかお菓子とかをなんかみんなが公演前にコンビニ買いに行ってくれて、でそのコンビニでみんなが買い物してる間に私がささっと部屋を片付けるみたいな感じだったんですけど、そうで、だからお水は確かに飲んでもらえたの、みんなが来てくれたおかげで。お水は飲んでくれたんですけど、でもみんながさ、そのお茶とかなんかジュースとか飲み物買ってきてくれて、そうで、それの残ったやつがうちにあるからみんなが来てくれたおかげで水は確かに減ったんだけど、でもお茶とかはうちに残っちゃってるから、今度は私がそのお茶飲まなきゃいけなくてしばらく水減らせないの、自分が自分が水消費できないの。もうちょっとでなくなりそうだから、もうちょっとで変えられそうなんだけど、そうしばらくちょっと お茶を消費しなきゃいけないから、お茶とジュースをそうなんです。だからまあ、プラマイゼロぐらいになっちゃ う、ね、めっちゃ楽しかった。そうなんかね、その私が今のお家に来たのが今年の1月なんですけど、もう去年のこれくらい、いやあのね、自分の中では決めてたけど、まだ家族には話してなかったの、引っ越そうかなっていう話を。でも自分の中で、あ、なんか22歳になったら一人暮らし始めてみようかなみたいな気持ちになってて、そうで、私22歳の誕生日プレゼント、リファのドライヤーを両親から買ってもらったんですけど、それもなんかいつかっていうか近々に近々にその引っ越そうって自分の中で、まだその時家族には言ってなかったんだけど、自分の中で近々引っ越そうかなって思った時にドライヤーって必要になるじゃないですか。だから誕生日プレゼントにお願いしてたのリファのドライヤー。でもその時はまだ家族にはなんか一人暮らししようかなっていう話はしてなくて、でもそれよりも前にその夏くらいになんか言われてたの、キャプテンになってで、なんだろう、もっとみんなと話したりとかしなきゃいけないと思うし、なんかみんなをお家に呼んで、みんなをお家に呼んだりとか、なんかもっとみんなとの距離を縮められてる方がいいんじゃないのみたいな。だし、なんか私実家では妹と2人部屋なのね。妹と二人部屋で、今まではその部屋でショールームとかしてたから、なんかこう妹が今高校3年生なんですけど、受験生にもなるし、当時はまだ高校2年生だったんだけど、来年受験生になるし、そこでショールームとかしてて、なんか妹の寝てる時間に配信してたりとかしてたから、でもそういうのもかわいそうじゃんみたいに言われてママに
言われてて、でも私はその時は一人暮らしするつもりなんて1ミリもなかったの。だからいやそんなの私の勝手じゃんみたいな、なんだよすごいなんか出て、そうなんかすごい驚かれる。やっぱ新潟に普通に住んでる、実家も新潟にあるから、なんで一人暮らし始めたのみたいな、すごい驚かれる。寂しくないの家族みたいな、寂しがられなかったって言われるんですけど、逆、私出てけって言われてたのずっと逆です。去年の夏くらいにそう言われて、そう早く一人暮らししてよねみたいな。そうしかもなんかいつもそのお迎えとか来てもらってたから、公演の時とかすごいお仕事の時とか、それこそさ終電とかで帰ってきて、そう東京でお仕事して終電で帰ってきて、で新潟駅までお迎えに来てもらったりとかしてたから、そうなると家族がさ夜まで寝れないしお酒も飲めないし、なんかそういう送り迎えとかもずっとしてもらってたから迷惑だったみたいで、まあそうですよねまあそうですよね、迷惑ですよね。そうでもうなんかそれを全部ぶつけられたの、ある時夏にもうそういうのもほんと迷惑だしみたいなそう妹も来年受験生になるし、あんたもキャプテンになるんだから、もっとメンバーとの距離縮められるように一人暮らしとかすればいいじゃんみたいな、めっちゃ怒られて、すっごい不意打ちで、何の時だっけ、なんか何の時か本当に覚えてないんだけど、そう家で本当私がまだ何にもしてなかった時、普通に家で携帯いじってる時に突然それでなんか怒られてそうでもその時は私は全然一人暮らしするなんて頭になかったから、そうだから なんでこんな急にこんなことで怒られてんだろうと思って、そうすごいもうなんか泣きながら無視してたずっとママが怒ってんの、それでずっとママが怒ってんだけど、私はもうポロ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 涙を流しながら、もう何にもそれに反論 もしないで、そう反論もせず、そうなんかもうまるで聞き流してるかのように何も反応しなかった、そう泣きながら無視してたのその時そうでもそれを言われてから自分の中でずっとなんかこうモヤモヤしてて、でも多分それってさ家族の本音じゃん、そこまで怒られてまで言われたってことはそれ家族の本音だし、そうでも私はなんか一人暮らしする意味あんまないと思ってた、だって実家から全然さ通えるしさ、そう実家から通えるし、なんかそれがなんだろう、卒業してから県外とかに行くのであればね、東京で一人暮らししますとかだったらわかるけど、なんかそのまだ別に卒業する見込みもないし、今から一人暮らしとかしたところで新潟でみたいな全然家から通えるのにわざわざその一人暮らしする意味がわからなかった、なんかお金もったいなくないってすごい思ってて、そう思ってたんだけど、なんかでもまあママが言ってることもわかるし、そうでそっから結構もう本当に私はそうだからそんな一人暮らしするなんて考え1ミリもなかったけど、それ言われてからちょっとなんか心が揺らぎ始めてたんですよ。でなんかその友達に会うタイミングとか、あとはみっちゃん、もっと SKE のみっちゃんとかと会うタイミングでなんか親にこういう風に言われてるんだけどみたいな話をしたの。だからめっちゃ友達とかには相談してた、そう親にこういう子こう言われてるんだよねみたいな言うと、友達はみんなまだ大学生だったから、みんなはねむしろ家から出たかったの、友達は自分自身がもう早く独り立ちしたいみたいな、出たいみたいな感じだったの。でも大学生だしなんかこれから就職してもやっぱ1年目は忙しいし、そのお給料の面も考えた時に1年目じゃ一人暮らしはちょっとできないなみたいな、そうだから逆に羨ましいよって言われたの、その一人暮らしするっていう選択肢があることに。
友達は今すぐできんならやりたいけど、まあ、学生だし1年目とか考えた時まだ難しい、できても2年目以降かなみたいな風に友達たちは言ってた。でみっちゃんはもうさ新潟からさ名古屋に引っ越してさ SKE48 として活動してたわけじゃないですか。だからこうみっちゃんに一人暮らしってなんかどうとかめっちゃ聞いてて、そう聞いてなんか意外と生きていけるよみたいな、楽しいよ普通にみたいな感じで結構そう、でもなんかそういう話を聞いてなんか自分の中で絶対になんかその新潟に住んでる以上一人暮らしすることになんか別にメリットもない、いいこともいい、なんかする意味もないとかって思ってて、なんか私は自分から家を出ていこうなんて1ミリも考えたことなかったけど、なんかその友達の話を聞いたりとかそうみっちゃんの話を聞いたりとかして、あーなんかそういうのもありなのかなっていう風に考え始めてたの。それが夏から秋ぐらい考え始めてて、で、まあ、22歳になるよっていうタイミングで、まあ、22歳で自分の周りは、まあ、大学4年生でその春に、まあ、卒業して就職するみたいな年齢なのね。だから22歳まあなんだろう転換期みたいな、そうなんかみんな卒業して就職するっていうタイミングで、でも自分は NGT にいる限り何も変わらないじゃないですか。そうなんかそうなった時になんか22歳そうだし、なんかもともと NGT に加入した時になんか22歳までは自由にしていいよって言われてたのね。そう周りがその大学を卒業するまでは自由にアイドルやりたきゃやればいいし、なんかその前にやりたいことが見つかれば全然卒業するもありだと思うしみたいな、22歳まではなんか自由にやっていいけどそれ以降はちゃんと自分のことを考えなさいって言われて私は NGT に加入したから、なんかその22歳になるタイミングでああなんかどうしようかなみたいな、まあもともとその一見があって以降迷ってた部分で、まあ、22歳になるタイミングだし、逆にその私は新潟に住んでるから一人暮らしする必要なんてないって思ってたけど、じゃあかといって辞めてから一人暮らしするのかって言われた時に、なんか前も言ったけど辞めて別に県外に出たい気持ちもなかったのね。辞めても新潟にいるだろうなってか痛いの私個人としては。そうなった時に例えばじゃあ卒業してからなんか一人暮らしをじゃあするってなった時にね、結局同じことじゃないですか、新潟にいることには変わりないんだから、そうその自分の中での考えとして新潟にいるのに一人暮らしをするっていうのが意味わかんないなって思ってたんだけど、でも卒業してからも新潟にいるんだったら結局そのタイミングで一人暮らししようが結局にもそのままずっと実家にいるのかわかんないけど、なんかあんま関係ないなってそこで思い始めて、自分の将来のことを考えた時にそう県外に行くっていう気持ちがあんまりないから、そうだったらじゃあ今やった方がいいのかもみたいな、そうなんかその辞めてからって言ったって何歳で辞めるかも自分の中で決まってないからわかんないし、そうもし辞めてから一人暮らしするんだったらなんかそっちの方がもったいないって思い始めちゃって、そうなんかそれこそママが言ってるみたいになんかキャプテンなんだからメンバーお家に呼んだりとかできるじゃんっていう言われて、それが例えばじゃあ卒業してから新潟で一人暮らしをするってなったらもう別に今更メンバーを呼ぶ必要もなくなっちゃうし、なんかそれこそ一人暮らしをする意味って持たなくなっちゃうなって思って、で22歳まあいいタイミングかなって、まあ妹もその次の年受験生になるしなみたいな、でなんかすごい3ヶ月ぐらいママにそれを言われてから3ヶ月4ヶ月くらい経ってやっと自分の中でなんかその気持ちが固まって、そう今までは一人暮らしするなんていう考えが1ミリもなかったけど最終的にはそっちまで気持ちが傾いて、そう
そう、私のお家メンバー立ち入り禁止だったから、マジ人呼べないくらい汚いのね実家人呼べないぐらい汚くて、ベランダにしか入れさせられないんですよそうだからまあね、そう家に人も呼べないし、そう、それでなんかやっと自分の中で気持ちが固まって、あ、じゃあ22歳になったら引っ越そうかなみたいな気持ちになって、でもそれを家族に言い出すタイミングもさ、すっごい難しいんですよ。多分これ自分が卒業を決めた時に、なんか卒業することに決めたっていうことを家族に切り出す時と同じぐらい、いやそっちの方が多分人生かかってるからそっちの方が大きいと思うけど、でもそれと同じぐらい、なんかどのタイミングで家族に切り出すかって超難しいのねそうだからもうその22歳の誕生日を迎えるちょっと前から、だから誕生日プレゼント何欲しいのみたいな家族に聞かれてる時には、もう自分の中ではまあその22歳になったら引っ越そうかなっていう気持ちがあったから、それを踏まえた上でドライヤー欲しいって言ったのねそうでも、まあ、家族にはまだその一人暮らしするっていうことを伝えてなかったし、そうとりあえず普通に欲しいものとしてドライヤー欲しいって言ってドライヤーを買ってもらったんだけどでそれがまあ11月の17日の誕生日の時に、でそこから、そうだからその時には自分の中ではもうそろそろ一人暮らししようっていう気持ちではあったけど、まだ切り出せてない時なのそれは。そうでそっから12月の頭ぐらいになって、あそろそろ言わないとこれ引っ越せなくなると思ってそろそろちょっと言わないとな、その新年くらいから、あそう、あともう一個理由があったのは、その NGT って新年めっちゃ忙しいじゃないですか、1月で、なんかその周年の頃ってめっちゃ大雪になるじゃないですか、でなんかその雪の影響で家に帰れないとか結構今まであったのねその周年前後で、そうなんかそういうのもあるから、なんか周年前に引っ越したいなみたいな、そう周年前後家帰れない時あるから、周年前にはなんかもう自分の、だからそれこそ送り迎えとかもうなくなるじゃないですかその時点で、だから周年前には引っ越したくって、でももう12月になっちゃったし、その自分で引っ越しなんてしたことないから、引っ越しにどれぐらいの時間がかかるかもわからないし、えこれってもしかしてそろそろ言わないと私周年前には引っ越せないんじゃないみたいなってなって、そうそれで、あやばいそろそろ家族に言わなきゃなみたいな、なんて切り出そう、でしかももう自分ではめっちゃ物件とか調べてたの、そうめっちゃさアプリとかで調べられるじゃん、物件とかもその時にはもうめっちゃ調べてたけど、まだ家族に言えてなくって、引っ越したいことだから自分の中で家探し始めてんのにさ家族に言ってなかったのねそうでももうさすがに言わないとやばいっていう時期に入ってて、12月に入って、そうだから誕生日ぐらいからもう多分家探し始めてたと思うけど、そう言えなくてそう言えなくて、でももうさすがに言わなきゃなって思って意を決して、12月の頭くらいになんか普通に家族がみんな多分夜ご飯前とかかな、夜ご飯前とかでママが普通にお料理しててパパが普通にテレビ見てて、妹はいたかとかちょっと覚えてないけどっていう時に、普通に私もソファーにいてテレビ見てる風にしといて、ねあのさーみたいなちょっと来年から一人暮らししようと思うんだけどさどう思うって聞いて、そうめっちゃもうだから普通の超唐突に、そう夜ご飯前に、いや別にじゃないの、いや別にって言ってるほどもう余裕なかったのよどう思うみたいな、そのママとパパがいる時に言ってみて、
したらもうさ、ママはさ、その年の夏にさ、その早く一人暮らししろよみたいなことをずっと言ってたから、そう、もうやっと来たかみたいなでパパもそうだよ。パパもなんか、その一人暮らししないなら22歳になったら家にお金を入れろっていう家にお金を入れろって言ってきたのね。まあまあまあ、まあ、わかるけどそうそう、それもあったのよ。なんかまあわかる、お家にさお金を入れることって大事じゃない。まあ私も働いているわけだし、そうだからみんなが大学を卒業して就職するタイミングで、そうお家にお金を入れろって言われたの。そうでそれも言われてたから、そうでもなんかわかんないけど、お家にお金入れるぐらいなら一人暮らししたいと思うそう思っちゃって、まあ、普通だったら一人暮らししててもお家にお金を入れてあげることが一番いいことなんだけど、ちょっとさすがにまだそこまで余裕はない、さすがにそこまで余裕はないです。一人で暮らすことの方が精一杯ですでそれも言われてたから、それだったら一人暮らししようかなみたいな気持ちもあってそうだからなんか、その一人暮らししようと思うんだけどどう思うって切り出した時に、もうすごい待ってましたみたいな、やっと決めたのみたいなぐらいの勢いで、うん、いいと思うよ言われて、私は結構さ、そのなんていうの、自分の中で誕生日ぐらいに、誕生日前後に一人暮らししようかなっていう風に心に決めてから、なんかどう切り出しそうかと思って12月に入っちゃったのに、なんか言ってみたら、そうやっと決めたのみたいなくらいにすごい言われてえって感じじゃない？そうなんだから、一人暮らし始めてなんか親とか寂しがってないのってすっごい聞かれるんだけど、逆、ほんと逆、すごいなんか、そんなに出て行ってほしかったっていうくらいそうだったんですよ。それでなんか、全然いいと思うよみたいな、家とか探してんのって言われて、なんとなく探してるでそっからもうめっちゃ話トントン進めました。そう、お家決めてとか、なんか家具とかも全部決めて、そうなの、まあどうせ市内だしね。そう、それでなんかあっという間に引っ越しが済んだ。でだからもうクリスマスの頃にはもう決まってた、引っ越すことが決まってたから、それでじゃあクリスマスプレゼント、なんかその一人暮らし引っ越し祝いも兼ねて、なんかこれとこれとこれだったらどれがいいみたいな出されたのが、なんかその鍋と、なんかなんだっけな、なんか万能調理器みたいなやつと、なんかなんだろう、もう一個忘れたけど、なんか3種類ぐらい出されたの。なんかおしゃれなさ、雑貨屋さん、おしゃれなキッチン雑貨屋さんとかってあるじゃないですか。なんかそういうところに売ってるなんかおしゃれ家電みたいなのを、なんかクリスマスプレゼントにじゃああげるから、どれがいいってなんか差し出されて、それでなんか、うん、この中だったらじゃあ鍋が一番使えるのかなって言って鍋を選んで、その鍋をクリスマスプレゼントにもらったの。あのね、いやバルミューダじゃなくてブルーノっていうなんかおしゃれな鍋。そうで、そうルクルーゼはね候補にはなかったけど、でもまあそういう感じ、なんかおしゃれ雑貨のなんか何個かあるじゃんそういうやつで、そう、それでブルーノのなんかホットプレートなんだけど、本当はそうホットプレートだけど、なんかその付け替えられて鍋にできたりとかたこ焼き器にできたりとかするのね。そうでそれなんかそれだったらいろいろ使えるなって思って、それをクリスマスプレゼントにもらったんです。でもいざ暮らしてみたらでけえの
できえないよその鍋、一人じゃこれは食べきれないだろうっていうぐらい、まあ普通に鍋なのよ結局ね。おしゃれなんだけど可愛いんだけど、一人ではさ食べないのよその大きさじゃ。普通の鍋でいいのよ、なんかそういう おしゃれ鍋、なんか結構大きいの、こんぐらいの大きさの鍋なのよ。そうそう、普通に、いや一人で鍋するんだったらこれでいいじゃん。そうだから、そうだ、ホットプレートとかにもできるやつだからさ、結構まあ大きいんですよ。そうで、だから結局使ってなくて、そうで、なんかこうだんだん寒くなってきて、みんななんか鍋食べたいねみたいな話になってきて、そう、あな、なんかそう、それでメンバーが最近すごい鍋したいっていうのね。そう、もう会うごとに鍋したいって言うんですよ。そう、それでなんか、あ鍋、そう、一人では結局使えなかった、その大きさの鍋って。だから、あメンバーがせっかくなんか鍋したいって言うんだったら、みんなが来るときこれ使えたらいいなって思ってて、そう、そう、それでなんかすごいみんなが鍋したいって言うから、え、うちにさまだ使ってない鍋があってさ、使いたいんだけどさ、それで鍋しない？みたいなって言ったら、そうで言ったらっていうか、なんかもうほんとそれ言おうと思ってたの、ちょうど昨日の公演の時に、みんながあまりにも鍋したいって言うから、私はそれを提案しようと思って、昨日の公演の前に。でしたら、それ私がそれを言う前に、マナがなんかな、鍋しようみたいなと私にも誘ってきてくれて、その時は全然私の家にその鍋がある話もしてなかったし、そうだったんだけど、普通にもう本当なんか最近会うたびに鍋の話するのが日常的だったから、もう本当に昨日も公演前に鍋しようっていう話になったから、え、それさ私も本当に言おうと思っててさ、なんか使ってない鍋があるから、鍋パーするならそれ使いたいんだよねって言ったら、え、しようよみたいになって、そうで、せっかくなんか鍋パーとかするんだったら、まあ、みんな次の日朝早いお仕事とかだったらかわいそうじゃないですか。そうだから、なんかみんながなんか行ける時にしようみたいな話になって、そうでもさ、新公演とかも始まっちゃうから、新公演リハとかが始まるとまた忙しくなるじゃないですか。そうだから、なんか新公演のリハ始まる前にやりたいなーみたいな。でも、まあ、割とみんなそれぞれ案件重なってたりとかして、なんか、え、じゃあいつやんのみたいになって、え、いつやんのみたいになって、え、もうなんか今日しかなくないってなって、え、じゃあもうさ今日行こうよみたいな、え、行けるよねみんなみたいな。私もまあ部屋割と片付けてたから、ちょうどいいよみたいになって、でみんな公園出てるから、なんか材料とか買えない、なんか夜遅くまでスーパーやってるとことかあるかなみたいな、え、ひなに頼んでみればいいんじゃない。マジでノリ。全部ノリ。そうで、え、ひなに今電話してみようって言って、ひなに電話して、なんか公園終わり鍋しようと思うんだけどさ、来る？材料買っといてくんない？みたいな。いいよって。なんか何買ってほしいか、じゃあ送ってって言って。え、何鍋にする？めっちゃ言って、キムチがいい、何入れる？肉肉しか言わん。それでもうなんか買ってほしいもの全部メモして、日野に送って、そう、日野が買ってきてくれて、で公演終わりにうちにみんなが来るっていう。そうで、それでやっとね、その鍋を使えたんですよ。やっと、私も本当に使いたかったんだよその鍋。でもさ、一人じゃ本当使う機会なかったからさ、使いたかったけど使えなくて、そう、でもやっとね、みんなで鍋できるってなったから、そう、やっと使えて、で
パパとママにクリスマスプレゼントで買ってもらったやつだったから、えー、やっと使ってると思って家族に写真送って、みんな自撮りで全員写ってもらって、自撮りでメールに送、それこそメールに送ったやつだ、その写真を家族 LINE に送って、ブルーのついに活躍の時って送ったらえ、それ今なのって言われて、そりゃそうだよね、公演終わりに鍋すると思わないじゃん、誰も誰もリアルタイムだと思わないじゃないですか。え、今だよ、公演終わりに来てくれたそう、ニラついてたやつ送った家族に気づいてないんだもん、ニラついてんので、鍋して、そうでもなんか普通に鍋しながら DMM とか見てんの、超可愛くない？最初なんかプデュ流してたんだけど、ニチプ流してたんだけど、なんかそれ見入っちゃうから、ニチプ流しちゃったら、そうせっかく集まったのに話せずニチプの話になっちゃうからやめようってなって、えー、じゃあ DMM つけておくねって言って DMM つけてDMM 見ながらさ鍋食べてんだよ、さっきまで公園出てたのにめっちゃもろくない？本当に面白い。でもやっぱさ、その公演つけてるとさ、なんかなんていうの、まあ、真面目な感じになってくるじゃんね、ここ間違ってるよとかさ、まあそんななんていうの、真面目だけど、内容としては真面目だけど、なんかそのなんていうんだろう、あの重たい話っていうわけじゃなくて、なんかみんなで楽しみながらも、なんかね、ここの振り間違ってるとか普通になんか半分ふざけながらでもちゃんとなんか見返す反省会って、楽しく反省会みたいなして、そうしかもなんか普段から公演終わりには反省会してるんだけど、やっぱその時ってさ、結局は自分が出てるからなんかわからないじゃん、その横列が揃ってなかったよ程度にしかわかんないじゃん。でもさ、実際にこの映像を一緒にみんなで見て、あ、これが違うねとかっていう話はさ、できないわけ、やっぱその日の公演終わりの MC じゃないや、反省会では。そうだから、なんか自分たちの公演を見返しながら反省会するって結構新鮮で、今まであんまりさなかったから、そうで、だからその DMM 流しながら、まあ、普通に楽しくだけどね、鍋食べてて、そうでもそうするとさ、だんだんまあ真面目な話にもなってくるじゃないですか、まあ、公演の反省会もそうだけど、なんかまあその他にもグループの話とかみんなでするようになるじゃん、流れ的に。でなんかそういう話をしてて、そう鍋を囲みながら、なんかめっちゃいい話じゃないしかも集まってんのニキドラしかいないからさ、そう本当になんか本当にこれからのグループについてって感じじゃないですか。そうまあ、これがまた先輩とか後輩がいたらそれはそれで多分変わってきたんだろうけど、昨日たまたまいたのが本当にニキドラ、その日公演に出てたニキドラ全員、珍しいよね、全員プラス日のだったから、そうなんか本当にさ、これからグループをさ引っ張っていかなきゃいけない立場じゃん、全員が。そうでだからまあそういう話に自然となるじゃないですか。でなんかその鍋を囲みながらそういう話をしてる時に、すぐママに夏に言われたことを思い出して、そなんかキャプテンなんだからもっとメンバーをお家に呼んだりとかして、なんかちゃんと話せたらいいじゃんみたいな、話せるじゃん一人暮らしすればみたいな、ですごいめっちゃ怒られたことを思い出してあ、ママが言ってたのってこういうことなんだなってすごいその時思ったんだよね。自分の家に呼んだことに意味があったと思う。なんかこの前はカホの家に、まあ、みんなで集まってそういうこともしたんだけど、今までも別にそれは実家に暮らしててもあったわけ、全然そのままメンバーの家泊まってとか泊まって朝お家帰るとかも全然あったんだけど、自分の家にメンバーを呼んでそこでそういう話をするっていうことが今までになかったこと、まあ、何人かメンバー来たことはあったけど、そうあったけど、なんかここまで集まることってあんまりなかったから、そうだからすごいなんかママが言ってたことってこういうことなんだなってやっと分かりました、1年半越しにはい思いました。そうだよ、ゆなこちゃんの家に住めばって言われてたんだよ私
めっちゃ面白い。そうそう、ちょうどその頃ゆなこが卒業するぐらいの時ね。そう、ゆなこちゃんが卒業して引っ越したらそこに入ればいいんじゃない、めっちゃおもろくない。そう、ゆなこの家にゆなこが住んでた部屋にお前が引っ越せって言われてた面白すぎでしょ本当に。でも本当だからその頃だよ、その引っ越し、一人暮らし しなよみたいな話になってた時は。それぐらい、ゆなこの卒業前くらいかな、それぐらいの時だった。そう、しかもなんかもともとゆなこの家がすごい本当ね、メンバーがめっちゃ集まってたお家だったからさ。そうだからメンバーもなんか路頭に迷っちゃうみたいなゆなこが卒業してゆなこの家がなくなったらメンバーみんなどこに集まんのみたいな、みんな路頭に迷っちゃうじゃんみたいな、あなたがそこに引っ越してそこにメンバーを呼べばいいんじゃないってママに言われてた言いたいことはわかるけどね、言いたいことはわかるけどそれは違うくないみたいなそう、本当だからその頃でした。引っ越しないの、一人暮らししないよって言われてたの。そう、でもなんかすごい昨日みんながお家に来てくれて一緒に鍋しててみゆの家居心地いいって言ってくれたんですよ。そう、嬉しい、いつでもおいでって言ったいつでもおいで。1年半越しにゆなこの家がなくなって路頭に迷ってた子たちがうちにやってくるかもしれないでもママはそうなることを多分望んでたんだとそうなることを望んでたんだろうし、なんか結果的にそれって私にとってもいいことじゃん、まあ、ママはそう、それがいいことだって分かってたからそう言ってくれてたんだろうけど。そう、そうだからまあようやくそれができたので今後は全然いつでもみんなお家に来てもらってもいいんですけど、そういうことがあって昨日みんなで鍋をしたんですでもなんかすごい楽しかった、めっちゃ楽しかった。しかもさ、なんかこの前カホのお家でお誕生日のお祝いした時はその時逆に私が公園出てなくて、なんかみんなが公園出てる間に私が買い出しに行ってたんだけど、その時はなんかピザとかなんかお寿司とか普通にもう買ってきたものをそのまま食べてたから、まあそれはそれで普通に楽しいじゃん。そう、なんかそうじゃなくて鍋ってさみんなで作るじゃん、なんか共同作業じゃないですかなんか学校みたいな。そうで、しかもさなんか普段全然料理しない人しか集まってなかったからさここにねチカナみたいな人がいたらチカナ全部やってってなったけど、あの見事に誰も料理しない人たちだったからもうなんか実験みたいな、えねえこれどうすんの、これいつ入れんのみたいな、これって洗うのみたいな、めっちゃおもろかったですよ揃いも揃って誰も料理しないからねそう、チカナみたいな人がいたら全部やってくれたけど、もうなんなら手出さないでぐらいじゃん多分、全部やるからみたいな。そう、でもそうじゃなかったからもうみんなわっちゃわっちゃしてて、そうだから私がニラを切って指にニラをついたまま写真撮ったそう、まあ家主だしね、そう家主だからまあその材料切ったりとかはさ、まあ、自分家にあるものだから、まあ、自分でやるじゃないですかってなった結果指にニラがついたまま写真撮っちゃったんだけどえでもすごいね楽しかったよ。だからみんなもうなんかそう実験みたいな、うん、面白かったそう鍋やってお菓子パーティーしてた公演終わりにね、めっちゃおもろい本当に、みんな体力お化けだね、すごいよ公演終わりにこんなに元気に。マリオパーティーとマリカもしたけど、昨日がスイッチ持ってきてくれて、いやうちにはあるの、実家にはあるんですよスイッチ。
で誰も使ってないスイッチが。でもこっちのうちには持ってきてないから、ひながわざわざスイッチ持参してきてくれた家からみんなでスイッチしてた。そうだから決めた、もうせっかくねみんながねこのお家をね居心地がいいって言ってくれたから、より居心地いい家を目指すために今度は実家からスイッチを奪ってこようと思うだって家でも誰やもうやってないから、そう誰もやってないから多分持ってきても誰も文句は言わないはず。まあかといって私のお家にスイッチがあったところで私はスイッチしないんですけどね多分多分そう、まあ、みんなが来た時くらいしか多分やらないんでしょうけど、でもそれよりかはなんか実家誰も呼べない実家に置いてあるよりもうちに置いてあった方が使ってくれるじゃないですかだからちょっと次は家からスイッチを持ってこようと思ってる。まだ誰にも言ってないけどね、もともとは妹のものなんだけど、妹にそんなこと今一言も言ってないけど、多分家で今この配信を開いてるはずだから聞いてるかもしれない誰かしらそのうちにあるスイッチ持って行ってもいい誰かしら聞いてるかもしれないからここで言っとく。ね、そう、お家にあっても誰も呼べないし、せっかくだから居心地いい家目指しましょうよ。でも私んちさ、あと座布団みたいなのないんだよね。なんかゆなこんちってめっちゃクッションあったんですよ。なんかもうどこに座ってもクッションがある状態なんかなんて言ったらいいの、もうなんかまるで絨毯かのようにクッションが敷き詰められてたのね。でも私のうち絨毯も敷いてないし、絨毯というかカーペットも敷いてないしクッションも一つもないんです床なんですよ私んちそう私んち床だからさ、じゃあそこはねみんなに地べたに座らせることになっちゃうから。あ、ねえほら見て、妹からスイッチ持って行っていいよって LINE 来た。ほらやっぱり聞いてると思ってた、ありがとうやっぱりね LINE 来ました、今スイッチ持って行っていいよ。そう、妹もだってこっちに泊まりに来るからさ、たまにだったらこっちに置いといていいじゃんって感じですよね。じゃあ次持ってきてもらう、次持ってきて持って帰るね。クッション各自持ち込みおもろいすいませんお邪魔しますクッション持ち込み面白いそうカーペット敷いてないの、なんか掃除さめんどくさいじゃん、なんかカーペットとか、ね、なんか汚れそうだなと思って、そんななんか頻繁にさ洗濯とかするものでもなさそうだしさ、誕生日の日持って帰りな分かった、誕生日の日に持って帰ることになりました、スイッチ。おしゃれなラグとかねないんです。いや迷ったよ、非交換なんかフランフランのラグめっちゃ可愛くて、引っ越した時に、まあ、そのいろんな家具とかさ全部揃えるのにさ非交換迷ったんですけど、でもなんかクッションマットなの引いてあるのが、床があのガチ地べたじゃなくて、うちガチ地べたじゃなくてその上になんかフローリングシートみたいななんかクッションマットみたいなの引いてるんですよ。だから冷たくはないんだよね、地べたに座ってても。そうだからクッションみたいなのはうちにはないんだけど、だからもう床全面がクッションみたいになってるの、だからいらないかなと思ってそうだからカーペットとかも敷いてないし、あのクッションとかも特にない。そうだから今もなんか床に座って毎日配信してるけど何も敷いてない。そうなんです。座椅子もない、ないないない、
まあソファあるしね、これあるから、ソファの上に座ってるか、もうここに座ってこうやってもうソファにもたれかかってるか。うん、寒くない、意外と大丈夫。ソファで寝落ちしないですね、しないですね。寝落ちはしてない、したことない。そうだから、まあでもさ、まあ、自分はそれでもいいじゃん、別に床に座ろうがさ何だっていいけどさ、でも人が来た時はちょっとどうなのかなと思って床に座らせるの、なんかまあ申し訳なさはあるよね、さすがに。そう、なんかこういくらクッションマット敷いてるとはいえね、とはいえまあ床ではあるから、人来客時にはちょっとまあ迷う、地べたに座らせてごめんとは思うけど。だからまあそれはね、ちょっと今後のね、考える部分ですかね。より居心地いい家を目指すために。そうでもなんかそのクッションとかいいんですけど、まあ人来た時にはねやっぱ必要かなとか思うけど、掃除のしやすさ考えたらもう全面ガーって掃除機かけられる方が楽じゃないですか。ラグとかもね、だからもういいかなって思っちゃうんだけど。やっぱ各自持ってきてもらうしかないか。そうだね、なんかあのあれとかいいんじゃない、あの運動会の時とかにさ、あの持っていけるようなこの折りたたみのなんかクッションみたいなのあるじゃん、100円ショップに持ってるやつ。すごいこんぐらいの薄さのさ、もうお気持ち程度のクッションみたいなやつあるじゃん、持ち運び用の座布団みたいなやつ。ちょっとじゃああれ各自持ってきていただいて。まあね、キャンパーの家なんでね。キャンパーの家なんで、ちょっと半アウトドアみたいな。ちょっと座布団だけ自分たちで持ってきてもらって。寝袋持参していただいたらこちらにじゃあ寝ていただいて大丈夫ですので。もうどうぞどうぞ。でも本当になんか全然何でも持ってきてもらっていいし、はい、もうせっかくだからね。そうなんかママ的には多分そういうみんなのなんか集まれる場所をキャプテンのあなたが作ってあげなきゃダメじゃないみたいな、なんか多分そういう意味で多分一人で暮らしたらみたいなのを最初に言ってきたと思うから、そうだからもう全然みんなに来てもらっていくらでも好きなものも持ち込んでもらってどうぞご自由にって感じ。でもさ、あと思うの、人来た方がやっぱ家片付くじゃん、自分もね。そうなのよ、人来た方がさ自分家も結局いつ人が来るか分かんないと思ってさ片付くじゃん。だから全然来てもらった方がね片付くし、どうぞって感じ。なんなら来てください、私が汚さないように見張りに来てくださいみたいな感じですね。なんかもうほんといつでも来てほしいし、これから冬になって多分一回まあだから鍋パ開催したけど、昨日第一回鍋パしたけど絶対懲りずにまたやると思う。だって鍋の味ってめっちゃあるし。鍋の味ってめっちゃあるし、懲りずに鍋場しようって言うだろうから、そういつでもおいでって感じ。しかもその鍋だけじゃなくてホットプレートとかたこ焼き器にもなるのね。でそれもうちに全部あるから、たこ焼きパーティーしたかったらうちに来ればいいし、なんだろう、お好み焼きパーティーしたかったらうちに来ればいいし、鍋でもまあもちろん何でもいいし、割と何でもできますよ。そう、分かる、タコパしたいって言いそうだよね、絶対言うよね。全然いいけど絶対言うよ。てかなんならその、ね、だんだん寒くなってきたからみんな鍋パーティーしたいって言い始めてたけど、ちょっと前までずっと毎日のようにタコパしたいって言ってたからね。
時期的な問題だからこれそう、寒いから鍋食べたいだけで鍋パしようっていう意味であって、そう、多分タコパはもう本心にはしたいっていう気持ちが絶対みんなあるからいつでもいいねって感じ。言ってそう言ってんのよ。タコパも今まで何度やろうって話に出たかっていうぐらい。チーズタッカルビもできるんじゃない、できると思う。なんならそう昨日キムチ鍋でなんかこう買ってきてほしい材料の中にチーズって言ってたんだけど、みんなチーズ、それでひのもちゃんとチーズ買ってきてくれたんだよ。でもなんかみんなチーズあること忘れて普通に鍋食べちゃってあれこのチーズって何に使おうと思ったんだっけってなって、そのままうちにチーズ提供してくれたのね未開封のチーズそれを私は冷凍したから、なんならチーズあるよ、みんなが提供してくれたチーズがうちにだから、はい、次じゃあチーズ使うもので何かいやもつ鍋したいってずっと言ってる。でも家でもつ鍋ってできんの？私自分の家でもつ鍋とか食べたことないけど、もつ鍋って家でできんの？締めは雑炊じゃなくてうどんでした。うちにあった冷凍うどん、しかも一玉しかなかったから、一玉7人で分けてんの、超可愛くない？一人3本ぐらいしか食べれてないよ多分そうなんかその締め欲しいねみたいになって、なんかでもうち炊飯器ないんですよそううち炊飯器ないから、その締めのご飯とかなくて、そうえじゃあお米買うみたいな、それ普通にさレンチンでさご飯とかあるじゃん、お米買うみたいな、え麺でもいいんじゃないってなって、あ麺ね、冷凍うどんとかどう、キムチだからさ、キムチ鍋だから冷凍うどんとかどうって言われたから、あうちに冷凍うどんあるよって言っちゃったの私が。まさか一玉しかないと思ってなくて3玉ぐらいあると思ってたのね冷凍うどんうちに3玉ぐらいあると思って、なんか締め麺でもいいんじゃないってなって冷凍うどんって言ったからあるよって言っちゃったんだけど、いざ開けてみたら一玉しかなくてそう、あごめん一玉しかなかったって言って一玉を7人で開けてたそうえしかもめっちゃ面白いのが、なんかそのみんながあのコンビニで飲み物とか買いに行ってくれたのね。でその時になんかマナとカエリがお米買ってきてくれたの。だからあこれお米締めに入れるんだって思ってたら、あの人たち自分で米食べたあくまでも締め用とかで買ってきてくれたわけじゃなくて、自分で米食べるように買ったんだってめっちゃ面白いですよねそうコンビニで米そのレンチンのご飯買ってきてて、そう締めかと思ったら自分用ご飯だっためっちゃおもろい、本当に最高すぎるそうでもひのはそれを見て締めだと思ってて、あれご飯っていつ入れんのってひのが言ったのねそしたらえご飯もう食べたよそんな面白いことある本当に面白いんだけど面白すぎるで聞いてひのがああその米ってそういう意味だったんだ、本当に面白いんだけど最高本当そうしかも普通にもご飯なんかまだがね最後の一口ぐらいだけ残ってこれでよければよくないだろう、それはもう食べてって感じ本当にそう優しさだけどね、そうあごめんもうあと一口しかないけど優しさだよ優しさだけどもうそれは食べてって感じめっちゃ面白かった本当みんな自由、本当にそう本当に自由なんですよ。もうさ面白いよね、なんかさ配信とかしてるわけでもないのにさ素でこれなんだからさ超面白いよね。逆にもう配信するべきで
もう表に出るべきだよ。なんかこんなにもうそのさ、カホのさお誕生日の時もそうだったけどさ、こんなに仲良しでこんなに面白いのさ、と外に出すべきだよ逆にね。うん。なんならもう隠しカメラとかあってもいいんじゃないかっていうぐらい本当に、もう楽屋とかもそうだけど、いやあったらあったでまあ困る話もあるよ、あるけど、でもなんかもう全部出してもいいレベルで、もう毎回面白いし毎回可愛い。本当にこれ配信とかしてたわけじゃないのにね、こんなに面白いんだから。本当最高だった。しかもなんかその私のお家、そのなんだっけな、あの大好き新潟チャンネルで、あの美人の湯に行った時にさ紹介したランタンあるじゃないですか、あれいつもベッドの脇に置いてるんだけど、それを見てマナが「ねこれ何?」みたいな、って言うから「あそれランタンだよ」みたいな、「いつもそれつけて寝てるんだよ」って言ったら「えね見たい見たい見たい、つけてつけてつけて」って言ってつけてあげるじゃないですか。えすごーい!」みたいな、そんなにありがとう。うん、本当純粋、本当に純粋で、それであと私ベッドのなんかその頭の部分上のとこになんか間接照明みたいな、なんかこういう丸いポワポワしたなんかこうつながってるやつ、連なったなんかライトをベッドのその頭のとこに置いてるのね。したらマナが「えこれは何?」って言って「これもライト?」って言うから「あそれもライトだよ」って言って「でこれもつけたい!」って言ってつけるじゃないですか。だから私のベッドがすごい明るく照らされてたのね、そのライトとそのランタン、何連なってる丸いライトとそのランタンで私のベッドがすごい明るくなってて、電気消して電気消してってわざわざそれをつけて電気を消して眺めるだけの時間。すごい、ああこれでそんなに逆に喜んでくれるんですか。ただ電気つけて電気消しただけですけどね、すごいすごい、なんかすごいねみたいな言ってくれて言ってくれたから、あもう一個ライトあるよって言って、もう一個なんかそのろうそくの形した LED のライトがあるんだけど、それもつけてあげた。なんか そんなに喜んでくれるならじゃあつけるかと思って、もう一個もつけてあげた。で暗闇の中でちょっと喋ってたみんなで、ね、何の回なのこれはっていうぐらい真っ暗の部屋の中でそのライト3つのライトだけついた状態で喋ってた。もう鍋もちろん終わったんだけど、面白い本当。何の時間だったんだろうっていう。本当に面白いよね、もういい子しかいないからさ成り立つ。本当に面白い、確かにキャンプファイヤーみたい、まあそう思うといい話ができたのかもしれない。もちろんシラフで本当にお酒飲んでない。本当にだってはるかさ未成年だからさ、そう未成年もいたからお酒もちろん飲んでないんだけど、面白いよね本当。最高すぎ、みんな可愛い、本当に可愛かった、めっちゃ楽しかったです。なんか意外とニキドラってさ、なんか人まあ集まるときは集まるけど、なんかはるかとかそれこそめっちゃ珍しいと思う、まさかはるか来てくれると思わなかったから、そうすごいなんかだから普段集まる子たちとまた違ったメンツ、マナとも多分あんまり私集まったことないんだよね。なんかさドラムメモはや結構集まってるじゃん昔から、結構集まったりとか、まあ、そこにサーヤがいたりとかはあるけど、そうマナとハルカって私あんま一緒に集まったことなくて、なんかすごい珍しかった。そうなんですよね、なんかだからすごい今までにない感じの時間だった。うん、でもなんかニキドラってみんな仲いいから
そう、なんかそのなんていうの、こうグループがさあるわけじゃない、あんまりみんな全員仲良しだからさ、こう集まれるじゃないですか。そう、なんかすごい面白かった。わかる。しかもはるかさ、え、昨日のはるかめっちゃ、毎日可愛いけど、はるかは毎日可愛い、いつ何時だって可愛いけど、昨日のはるかもめっちゃ可愛くて、あの髪型、あのツインテール超可愛かったそう、しかもさ、なんかまあ言ったら全員お姉さんじゃないですか、全員お姉さんでさ、はるかだけさ未成年だしさ、可愛かったはるかはるか私たちのマンネだからねってカイリが言っててマンネって多分韓国語で妹って意味だと思うんだけど、なんか結構年下の子に使うだけど、そう、はるか私たちのマンネだからねってカイリ言っててめっちゃ面白かったいやでもそうなのよね、なんかほんと、かわいいのよ私たちからしたら、本当になんか可愛かった、来てくれてありがとうって感じ、珍しい。そう、みんなもう成人してるから、可愛い。はるかのことはみんなで守るからねそう、本当なんかすごい珍しい、まあ集まろうと思えば全然普段から仲良しだし、楽屋とかでも全然集まってるんだけど、なんか多分楽屋とまた違うじゃんね、こういうお家とかでみんなでご飯食べたりするのって。だし、なんか私も今までそこにはあんまり参加してない側の人間だったから、まさか自分家でそれが開かれるなんてねそう思わなかったよね。マンネって末っ子って、あ、そうなんだね、もう本当だからはるかはそうなんだ、そう、そもそも私がだってそういうのあんまり参加したことなかった人だったから、自分家にさメンバーがさこんなに集まるなんてさね。そう、しかもそうか、ちょうど1週間前なんだ、カホのお誕生日お祝いしに集まったの水曜日だったよね、あの時も確か。そう、ちょうど1週間だったんだな、きっと火曜日の夜。だからなんかこんなに1週間でこんなにさメンバーとさ集まってご飯食べることあんまなくない2週連続でそう、でもなんかそれがすごいいい関係性になったんだなって個人的には思いました、でも全然後輩も来てほしいし、先輩も来てほしいし、全然みんな来てほしい、そう、なんかだからそう考えると、まあやってよかった、もうすぐ1年経つんだけど、このうち引っ越してきてからそう思うとね、なんかもうよかったなって思うし、一人暮らししてだし、なんか家族もそれこそ送り迎えとかもなくなって、すごいなんかパパはお酒飲む量が増えちゃったよとか、それは知らんよってそう、今までは送り迎えがあったから、その送り迎えが終わるまでお酒飲めなかったからさ、そう、飲む量が増えちゃったんだって、送り迎えなくなったことによって、それは知らんよってそう、なんかでもやっぱそれがあるとないとだね、負担は全然違うよねとか。そう、もともと別に家族の仲が悪かったわけじゃないからさ、そうだから私も全然家から出ようと思ってなかったんだけど、そう、でもなんかその離れたことによって、まあ、全然連絡はさ取るんだけど、そう、なんか会うとめっちゃ喋っちゃう会うとめっちゃ喋っちゃいますね。今までだってさ1日に起きた出来事を1日のうちに話してたことをさ、しばらく会わないから、しばらく会わなかった分のことを1回で会った時にめっちゃ喋っちゃうから、お互いね、それも私が一方的に喋るんじゃなくて、向こうも家で会った出来事を全部喋るからそう、すごい喋る、すごい喋ります、
そうはあるね。あとなんかたまに電話するんだけど、まあ、必要な時しかしないけど、たまに電話すると全員で出てくるスピーカーにしてめっちゃ面白くない？そう、普通にパパに用事があって、パパに、じゃあこの前はね、パパの誕生日の時に電話したんだ。パパの誕生日の時に、あ、パパお誕生日だから電話してあげようって思って電話したら、スピーカーにして全員で喋ったもうだからほんとそんな感じ。もともと別に仲悪い家族じゃないから、離れたところで全然。でもさ、なんか多分さ、離れてよかったこともたまにあるから、そう、なんか絶妙な距離感みたいな感じです。私もすごい離れてるわけじゃないしね車あれば全然行き来できる距離だから、住んでる場所としてはそうなんですよね。だから全然、そう、それも大きいよね多分。これがさ、県外とかだったらまた違うんだろうなって思います。だから私はそのなんか車で行き来できる距離感に、なんか一人暮らしする必要があるのかって本当思ってたけど、そう、でもなんかして全然良かったと今は思う。そう、会おうと思えば会える距離感が多分一番ちょうどよかったんだろうな。私は多分県外で一人暮らし向いてない、向いてないし、することも多分ないだろうなって感じ、うん、うち親毎日電話かけてくれ。あ、でもそれはさ、逆に離れてるからじゃない？だってさ、わ、だってすぐ来れるし、すぐ来れるし、結局私がこうやって配信だったり、あとチャット撮ってるから、ママがママがチャット撮ってるから、私が一日何してるかさ、全部さ見えるじゃん。見えるから、なんか別に連絡する必要もないっていうかだって向こうは一方的に私のこと見てるから、そう、連絡しなくたって、だって画面越しで連絡できるじゃん。スイッチ持って帰るよってそう、でもさ、それがさ、普通にね、離れて暮らしてたら何してるか分かんないじゃんね。私はこうやって発信するお仕事をしてるからさ、見てるけどさ、そうじゃなかったらやっぱ毎日連絡取りたくなるんじゃない？だって心配だろうし、うん、って思う。ママニラ？え、でも気づいてないと思う。何も言われなかったよ。楽しそうだねしか言われなかった桃はね、楽しそうじゃん、よかったねしか言わなかった。指のニラには突っ込んでこなかったよ。てか私もファンの方に言われるまで気づかなかったよ。なんかメールに載せたの、その写真、メールの返信で指にニラついてるよって言われて初めて気づいた面白すぎ。誰も気づいてなかったよ。だから指になんかついてるって返ってきたメールの返信慌てて見返したらニラだった。でもニラなんて自分で切ったことなかった。初めてニラ切った。ニラ触ったことないだってニラ、ニラって餃子の中に入ってるとかしかさ、あんまり、あ、でもチヂミなんて家で食べないからな。うちニラ初めて触ったよ。初めて切った、うん、餃子パーティーもいいね。確かにホットプレートもあるから。そう、ニラ触ったことなかった。おつ鍋うちでやらないって。そんなおしゃれなうちじゃないし、うちあんまニラ出てこなかったと思ういや、わかんない、意識して食べてないだけかな。ママに怒られそう。うちニラ出してるよいつも食べてんじゃん、やめてよ出
してないみたいに言うの怒られそう。でもあんまりニラうちで食べた記憶ないんだけど。あ、部屋の匂いね。でもキムチ意外と大丈夫だった。臭くなるかなって思ったけど全然大丈夫だった。もつ鍋、もつ鍋おしゃれじゃない？うちでもつ鍋出たことないけど。家でもつ食べる人ってすごくない？もつってなんか居酒屋さんとかのイメージなんだけど、もつ鍋出てくる家ってそう思うとおしゃれじゃない？違うのかな。なんかお店でしか食べられないものがうちで出てるものは大体おしゃれと私は捉えてるんだけど。あ、家でもつ鍋ってするんだ。てか私の家族があんまもつ好きじゃないかも。家であんまもつ食べた記憶ない。いや嘘、パパは食べてた。でもなんかもうできてるやつ、レンジで温めるだけのもつとか、鍋で温めるだけの味がもうついてるもつしか食べない。なんかもつ鍋のもつってなんかでかいプリプリって感じじゃない？それはね食べたことない。そうなんかもうそのもつ鍋一人前みたいなのをパパがお酒のおつまみに食べてるぐらいしかうちにはない、うん、なんか鍋として出てきたことはないかも。めっちゃもつ言うじゃん。確かになんでこんなもつに熱く喋ってんの。なんで。そう、でも全然割と匂いそんな気にならなかった。なんなら洗濯物出しっぱなしだったんだけど。いや、なんか最初それこそ引っ越してきたばっかりの時とかは洗濯物毎回しまってたっていうか、なんていうの、洗濯のなんか干すさ竿みたいな折りたためるやつとかも毎回片付けてたけど、もうでも洗濯って毎日ほぼ毎日するじゃないですか。もう片付けなくなって、でなんか初めてメンバー来た時かなとかは片付けてたけど別に片付けなくていいか。全然なんか下着とかもかかってるけど、だって普段着替えとか一緒にしてるじゃないですか。いや、それ友達とかだったらさすがに片付ける、さすがにね。メンバーだから。メンバーだから普通に普段から隣で着替えてたりとかするし、なんかもういっかっていう判断になっちゃった。だからなんかもうメンバーの時はもう片付けたりしなくなりました、洗濯物。だし他のメンバーも結構そう、他のメンバーの家行っても別にそのままだから。いや、その人が来た時はさすがに片付けても、もうメンバーはね。もうメンバーはねいいか。私公園のまま来たからね、昨日に関してはね。昨日に関してはね、もう全然気にしない。これもういつでも来てください。なんかすごい楽しかった、楽しかったから逆に見てなんかまた来てほしい。メンバーは人じゃない、そんなこと言ってない。そんなこと言ってないですよ。メンバーはさすがに人です。そんなひどいこと言ってないよ。全然だから先週ブルーナでキムチ鍋したから審議官、おお本当に初めて使えたよ。初ブルーナがキムチ鍋だったよ。
あと40分でラジオとか始める。わかる、やばい、そろそろさすがに終わりにしなきゃ、そろそろ終わりにしなきゃだし、明日別ポジだから思い出さなきゃ。明日はもう誕生日前日なんですよそりゃそうですよね、今日が2日前だからね明日は誕生日前日なんですよ。また3時間コース、待って何時から始めたっけ、7時45分から始めた。本当だ本当だ、え本当だ気づいたら昨日会ったことと、私がこの1年この家に引っ越してくるまでのあらすじを喋ったらこんなに長くなっちゃったでも多分ここまでちゃんと喋ったの初めてかも。だって最初みんなに引っ越したこと言ってなかったもん、言ってなかったもん、言ってなかったっていうか、なんか なんだろう、知らん間に背景変わってんなみたいなそう、だから別にちゃんと言う必要もないかって思って別に言わなかったけど、そうでもなんかもういいかなみたいなもういいかなって感じ、うん、もうさすがにねメンバー家に呼んでるからねあんだけさ家に人呼べないベランダにしか来るなって言ってたのにさ急に家にさ人呼んで、さすがにさ一人暮らしじゃないですとはならないでしょまあもういいかなって感じですけど、あそうでそう、明日がもう誕生日前日だから、えそうだよ、早っ、明日も誕生日前日だ、そうだから明日は明日のお昼、明日のお昼にお誕生日用に飾り付けというか誕生日迎える準備をして、で明日でも公演なので公演出て、公演終わった後そのまま配信して、そのままとか、まあお家には帰ってくるけど、帰ってきて配信して、そのまま日付変わって誕生日イエイみたいなそんな感じで行こうと思ってますので、はい、22歳最後だって明日でも嬉しい、最後劇場公演なのめっちゃ嬉しいです、ポジション違うけどいや違うけど明日ね公演なのめっちゃ嬉しいです。じゃあそういうことで飾り付けは明日のお昼にします、はい、じゃあちょっとまだ台本は届いてるけど読んでないから読まなきゃ、そろそろ終わり、うん、日またぎになるね勝手に公演だっていつもさ公演平日公演終わった後配信してたら勝手に日付回ってるじゃん勝手に日付回ってるじゃないですか、だから勝手に日またぎ配信になっちゃってそのまま誕生日迎えちゃうんですよ、そう、そういうことでじゃあランキングを読みます。13位ムンチャさんありがとうございます。12位あやめさんありがとうございます。11位サバサンドさんありがとうございます。10位なべさんありがとうございます。9位トッシーさんありがとうございます。8位ヒーローさんありがとうございます。7位 MS さんありがとうございます。6位ヤマジュンさんありがとうございます。5位のサラさんありがとうございます。4位トシさんありがとうございます。3位シゲさんありがとうございます。2位タカさんありがとうございます。1位ホッシーさんありがとうございます。それではこのあと、まあ10時からラジオトークがあるんですけど、配信はじゃあ明日のお昼ということで、はい、ありがとうございました、バイバーイ。